それ以外にも石綿アスベストの影響とか、あるいは731部隊のやったことの解明だとかですね、さまざまな社会的な問題にも取り組んでおります。それでは松井先生、よろしくお願いします。今日のタイトルは、東電原発事故の私たちに意識させた低線量放射線内部被曝による健康障害ということですので、低線量とか内部被曝というのがキーワードになるのではないかと期待しております。よろしくお願いします。どうも、服部先生。今日はお招きに預かりました。ありがとうございます。私はもともと呼吸器の病気、特に肺がんの患者さんとのお付き合いが長くて、今も週2日は東京でですね、CT を使った、肺がんの早期発見の仕事をやらせていただいています。それで、もう時間も限られてますので、早速話に入りたいんですが、お手元のレジュメの方は低線量になってて、ここは低レベルという、でこれに括弧をつけましたのはですね、低というのは高があって低があるわけですが、その高レベルの方は、実際原発で使われている燃料、ウラン235ですが、あるいはプルトニウム239ですけれども、広島あるいは長崎で、原爆がピカッと光った時に私たちの体を貫いたガンマ線と中性子線、その時の爆心に近いところにいた人が浴びた放射線の量に比べて低いと。これは外から浴びてます。でここでいう低レベルっていうのは、体の中に入ってきた時にはですね、主にベータ線とアルファ線が問題になります。でこの低レベルといっても、その体の中に入ってきた放射線の小さな粒、そこから出てくるアルファ線とベータ線はですね、その周りの細胞にとって決して低ではない、結構高レベルのものであるということで括弧をつけました。で、一般に低レベル、あるいは低線量放射線、内部被曝というふうに呼んでおります。長ったらしいんですけども、それで早速、今日のレジュメにもですね、原発命未来、そのシリーズ第3回ご案内がありますが、この命の問題、これをやっぱり今日ここに集まった皆さんはですね、命の問題が一番大事に考える、医療関係の方が多いと思いますので、当然といえば当然なんですが、どうもこの命の問題の次3の次に、なってきているようなこの国の状況というのがあってですね、もう一度命の原点と申しますか、そもそも命っていうのは何なんだろうかということをちょっとだけ振り返ってみたい。それで、海の環境で今最初の命は生まれたと言われております。非常に陸上は過酷な状況にあるときに、海の中の深いところはですね、深海は比較的安定した状態で、温度の変化もそんなにはなかった。あるいはそこに含まれている塩分ですね、それのバランスもそんなには変動がなかったというところで最初の命が生まれた。最初1個の細胞がいくつか多細胞になり、でそれがさらにこのいろんな機能を身につけて移動ができるようになる、そういう動物が出てくる、その中のあるものが陸上に上がっていくわけです。その過程で陸上の環境に適応するために、自分の体の中に海と同じような環境を閉じ込めたと、これを内部環境と言いますが、その中で特に命が生まれてくるとき一番大事だったら、これもうのっけからこんなのが出てきて嫌だなと思ってらっしゃるかもしれませんけど見ていただきたいのは、これアミノ酸です。必須アミノ酸と言ってもいいんですが、もういろんなものがあるわけですが、全部 N がくっついてる。改めて見てみると窒素ですよね。で窒素がなければタンパク質は生まれなかったというので、
これはフリードリヒ・エンゲルスっていう人が、反ベルリン論という短い論文がありますが、その論文の中に、命はタンパク質の存在様式の一つであると。これは私、医学部に入って基礎の時代がありますけども、基礎医学をやる時代、その時に生化学の本の、最初のですね、冒頭のところにこの言葉が出てくるので非常に印象的だった。でここにまた引っ張ってきたんですけども、窒素がなければタンパク質はなかった。でタンパク質がなければ命はなかった。でそのタンパク質ってものが命を、やっぱり命を考えるのに一番大事なものであると。でこれはですね、その、タンパク質の分子の、こういう形で鎖状につながってる。で、さまざまなこういう鎖をですね、ぶった切るわけですね。で、そうすることによって、なんかやっぱりいろんな不具合が起こってくる。で、細胞の核の中に、染色体、遺伝子がありますけども、これもタンパク質でできている。放射線のですね、いろいろ悪さをする中で一番の問題、非常に大きな細胞ですが、この中に、たくさんの精子がやってきて、その中に入る時もあるということがあるにしても、鞘を抜いてですね、そして高受精が在り方。それで先ほど言いました、その環境、我々環境という時はついつい外の外部環境を考えるんですが、あるいは人間環境とかですねを考えるわけですけど、ここでは内部の環境というのをちょっと目を向けてみてですね、でそれがどういうふうにうまく保たれているか。5度、6度、高い人で7度台に入る人もいるようですけど、大体30度考えてみれば非常に不思議なことで、どうやってそういうことが可能になるんだろうかということになるわけですが、あるいは心臓ですね。で心臓の動き、心臓がこう我々が生を受けてから土に変えるまでずっと一定のリズムを刻む、これも非常にこう神秘的なことだと思うんですが、そういう内部の環境を保つ上で非常に重要なのがこの免疫システム。内部をうまくこう協調協働しながら環境を一定の状態に保っている。で外から例えばインフルエンザのウイルスが入ってくるしますと、こいつをやっつけるためにどうするというようなことも含めてですね、非常にこの内部環境というのは非常に大事なものなんです。そういう肉体的なにいい状態と合わせて、精神的に良いだけではなくて、健康というのは社会的に良好な状況。人間は社会的な生き物だと言われてますから、WHO という、世界保健機構の定義づけの中にも入っているわけですが、それにこの私はちょっとこの文化的なんていうのをつけてみたんですけども、で今度の原発の事故で、非常にこれはもう人類史上最大といっても非常に深刻な、いつになったら収束するだろうか全く予測もできない。その時にこの文化的なものが今までこう永遠として積み重ねられてきた文化がどう守られていくんだろうか、どう受け継がれていくんだろうかということも含めてですね、やっぱり健康というのを考えないと。だからいろんなその意見が出てきてですね、
ですね。そんな、ま、子どもたちを守るためにやっぱり集団で疎開をさせた方がいいと言うと、そんなことしたらやっぱりあのおじいちゃんおばあちゃんと別れなきゃならない、それはすごいストレスではないかと。ストレスってやっぱりうまくなくて、やっぱりそれはやっぱり病気のもとになるんじゃないか、いろんな意見が出てくるわけですね。でだから健康っていうのはどういうものかっていうことを今度改めて今度の事故が私たちにも考えさせたと言えるんじゃないかと思います。これ2ヶ月の胎児です。でもう手の指も足の指もできてきてる、目も耳も形成されてきてる。たった2ヶ月ですね、受精から。でこの部分を胎盤と言います。でお母さんの側との胎児、胎児とお母さんの側が相互に物のやり取りをする。いろんな栄養素、あるいは酸素、炭酸ガス、やり取りをする。で胎児の側でいらなくなったものはやっぱり胎盤を返してお母さんの体に送り返す。でこれは一つのバリアになっているわけですが、外から悪いものをこっちに入れないというふうになっているわけです。これ後です、少し後の方でまたお話をしたいと思います。で子供の時間というのをここでもう一度考えてみるとですね、この手で、これ手ですけど、手が形成されてきて、こういうふうに指の形が分かるようになるのにわずか、ここからここまでどれぐらいの時間だと思いますか。わずか数日なんですよね。5日ないし6日ぐらいでこういうふうに大きくなっている。でそういう子供の時間、胎児の時間というのは我々の考えている、こう日頃感じている時間とはまるで違った時間がそこに流れている。でこの内部環境と外部環境をこうつなぐその境界のところにあるのが、皮膚と粘膜と、それでこう内部環境を包んでると言ってもいいと思うんですが、でその中で私は呼吸器が専門だもんですから肺の話をちょっとさせていただきたい。で非常に大きな臓器です。で肺胞っていう小さな袋が無数にこの中に詰まってて、でそこで、酸素と炭酸ガスのやり取りをしているわけですが、その面積を全部合わせるとちょうどテニスコート1面ぐらいの面積、これは見事にこう折りたたまれて収まっているわけですね。そこに1日普通の呼吸ですと1日50メートルプール1杯分ぐらいの空気が出たり入ったりする。で肺胞です、まあ、こういう格好でブドウというとちょっと合わないと思うんですが、房状にこういうふうに袋になってましてね、ここで炭酸ガスを捨てて、酸素を受け取る。肺動脈から戻ってきた血液が酸素をもらって肺動脈を介して全身に戻る。呼吸をしてる。でと同時にこの肺は一つのフィルター、外から入ってきた小さなものをその他の臓器に移動しているわけですね。だからもう一つこの血管の方も一つのフィルターとしての役割を持っているということがあります。でちょっと、脱線した話をしますとね、車にエアフィルターというのがあるんですね。でそのエアフィルターを調べてみると、その中にですね、さまざまな放射性物質の小さな粒が捕まえられて、その粒をずっと調べてみると、東京都内を走っているような車を調べてみるとですね、プルトニウムに139もあれば、ソロンジウムに90もある。ちょっとレジュメにも書いてみましたけども、調べてみるとあるんですね。で一般環境中にも結構そういうものが出てきている。それはフィルターです。だからフィルターを調べれば、ですから逆に人間の肺を調べるといろんなことがもっと分かるはずですが、こいつばっかりはそう簡単にはいかない。本当にやる気なら牛の肺とか豚の肺を調べて分かることですよね。でそれをやるかやらないかは、まあ、考え方だ。でさて気管支ですけど、この一番この左側が正常の気管支で、こういう竹の高い立方円柱状のですね、円柱状のこう細胞がありまして、そこにこの毛が生えてます。繊毛と。
で炎症だとかいろんなあの病的な変化が加わるとこう壁が気管支の壁が厚くなって、まあ痰が出てくるわけですが、と同時にこういう繊毛が剥げて落ちてしまうだけではなくて、電子顕微鏡で調べるところ繊毛一つ一つの断面を見ても構造的にも変化が起こってくる。でこれも電子顕微鏡ですけども、こういうあの繊毛っていうのはこういう波打つような動きをしてるんですね。でこの上に粘液が乗ってます。その粘液に絡めてですね、細菌だとかウイルスだとか、あるいはそのアスベストの小さな粒だとか、で今回みたいな状況では放射性物質の小さな粒をこれに絡めて外へ送り出すクリーニングの機能を持ってる。でこの構造断面を見るとこういう見事な構造があるわけですが、この構造がですね壊れてくると向きがおかしくなる、あるいは剥げてしまうとそういういわゆるクリーニングの機能もなく粘液専門輸送といってますがなくなるという。これはあの私が手術した患者さんの肺をちょっと使わせていただいて作った標本なんですけど、肺というのは陰圧なものですから普通に固定するとこのぺっちゃんこのなんだかちょっと見たところ雑巾みたいな形になってしまうんですね。で膨らませた状態で、固定をしたものです。ここが終末再開し、でここからここら辺までは繊毛があるんですね。でここから先にこう肺胞がくっついてくる呼吸再開し1時2時3時というふうになります。でこの呼吸再開しこの辺のところがそうなんですけども、元あたりから繊毛はないと。でそうしますとですね、外から入ってきた有害なものが、ここのところでどうしても沈着しやすい、ちょっとこのあたりを触っていただくとですね、気管の軟骨が触れます。甲状軟骨ってここに外側にも軟骨があるけど、気管を守るためにですね、馬蹄形の軟骨がこうあって、そこ気管の太さってこれぐらいのものなんですが、さっき言いましたようにこの一番末梢に来ますと面積がものすごく広いテニスコート一面ぐらいの面積にこう変わるわけです。そうすると外から入ってきた空気の流れっていうのはこの辺りではすごく速いんですけど、気管ではだんだんゆっくりになって、ここら辺ではほとんど動きがなくなる。であとは、まあ、ブラウン運動というかその分子の拡散でもってものがこう移動していくというそういう場でもあるわけですね。でそういうようなあの肺の整理考えてみると、この辺は非常に問題の場所で、こういうところにこういう場所にですね、有害なものがたまりやすい。で例えば血管筋がこういうところに着床がくっつきやすいとか、あるいはさまざまな有害な化学物質がつきやすい。でこういうところが病変の場になる。で結核の病巣もおそらくこういうところが初発であろうと、あるいは腺がんなんかもこういうところであろうとされている。で、まあ最近ちょっとあらかじめなんかあのお前こういうことを勉強しとけっていうんで、あの保健協会の事務局の方に送っていただいた中にですね、タバコの煙、タバコに含まれているポロニウム210というものがあること、でこれはもうあの非常にあの半減期が物理的な半減期は短いんですけど、その前 の段階のものがあの ラジウムなんですよね。ラジウムでこいつはね結構長いんです。何十年という半減期を持ってるんですけども、でこのポロニウムがタバコの煙の害をのかなり重要なところになってるんじゃないかなということをあのちょっと今回のね講演に先立って教えていただいたんですけども、小児科臨床の5月号に出てるんで、そうですよ、私ちょっと、今日も金沢来てからもちょっと本屋さん探したんですけど、図書館にも行ったんですが、あのついに見つかりませんで、まだ中身は読んでないんですが、ね、そいつはぜひ皆さんもお目越しいただくといいと思うんですが、そういうようなタバコの煙っていうとなんかベンツパイレンだとか、あるいはいろんなその40種類の化学物質で言われるのが一般の発がん物質があるんだっていうふうに
我々はそっちの方ばかり目が行ってたんですけど、実は放射性物質もある、ダイオキシンもありますけどね。でそれがこの辺のところでいろいろと悪さをする。でタバコの煙は見えるし、それから、匂いもする。で患者さんが入ってこられて、まあ、先生方もよくご存じだと思うんですけど、あ、この人は大体20本と、この人は30本ぐらい毎日吸ってるな、わかりますよね。で、そういうまあものなんですが、で、厄介なことに放射性物質は匂いもしない、味もしないって言ったら、私も喋ったり書いたりしてた。いや、実はそうじゃない。アメリカで書かれたものを最近見つけたんですけど、味がするっていう人がいるんですよね。で3月 の、 あの11日の事故の後ね、福島で味を感じた、金属の味を感じた人がいる。それは例えばクリプトンという格好で出てきたその各種が機体の格好でバーッと流れて、それをおそらく感じたんであろうというふうに、見るべきだと感じた人がいるんですね。で福島で丹念に聞いてみると あるんじゃないか。でだからそれはちょっとやっぱり間違ったことを書いてた面もある。あの本の中でちょろっと書いたんですが、味がしないっていうのは変えてやめた方がいいなって今は反省してるんですが、それから匂いを感じるっていう人もいるようなんです。なんとなく日頃嗅いだことのない匂いがするっていうことはあるにしても、一般的にはタバコほどはっきりしない。そこにあってもわからないですね。我々の五感ではなかなかキャッチできない。でこれは実は、肝臓がんの肺転移で亡くなった方の肺をちょっとお借りしてですね、心電固定肺を作って、それを X 線で写真を撮ったんですが、気管支の壁がこう見える、これですね。ここの分岐角が狭い、同じぐらいの太さですけれども、動大胸郭分岐なんて言ってるんですが、でここにも次の分岐があるわけ、これも動大胸郭。ところがここちょっとご覧いただくと、この気管支は親の気管支の直径に比べると非常に狭いというか、直径が半分以下、しかも非常にこう広い角度で分岐している。ここでまた次の分岐が来るんですが、180度を超えるぐらいの広い角度で分岐して、でこの領域っていうのはこちらとはちょっと違った気流とか、あるいは気流と一緒に入ってきたさまざまな小さなほこりですよね、それの動きが違うであるというので、コンピューターでシミュレーションをやったんですが、この長さでいうとこっちはこっち側入り口ですから、こう短いんですけど、近いんですけど、この遠い方よりも入りにくくて出にくい。で要するにこういうところにあるものが沈着しやすいですね。こういうところは娘歯領域とか半壊歯領域とか言ってますけども、だから人間の肺は全部均一ではなくて、その物が溜まりやすいところがあるんですね。でそのこともまあいろいろな病気の、なぜか肺結核が上の方に多かった。常用の肺腺部とかね、あるいは、下葉の S6 って言ってますけど、一番下葉の一番上のとんがったところに多いんですね。なぜだろうかということは、まだこれは解明はされてないですけども、おそらくこういう気流動態っていうか、気流と一緒に入っていろんな小さなものが空気中にある状態もエアロゾルの動態が関係してるんじゃないかというようなことをまあ考えたわけです。で腺がんの場合も同じことが言えるだろう。要するに肺というものも均一な構造ではないということをちょっと頭に置いていただいて、これも肺組織です。肺組織の中にこんな線香花火みたいなのが見えますけど、この真ん中にプルトニウム239の小さな粒がある。でそこからこういうふうにアルファ線が出ているという非常に印象的な図なんですが、写真ですけども、このアルファ線の皮積がだいたい40ミクロンです。38ミクロンとか、その、まあ、多少のね、その各種の分差がありますけど、でこのアルファ線が周りの細胞、細胞は10ミクロンぐらい。ミクロンというのはですね、1000分の1ミリですよね。
というのをちょっとその辺とか頭の中で判断していただくと、まあ、リンパ球とか赤血球の大きさが大体10ミクロンぐらいですから、いくつもの細胞がこのアルファ線によって貫かれるということがイメージできる。四方八方に出てます。でこれをあの写真に使ったのはこの ECRR というヨーロッパ放射線リスク委員会、内部被曝に警鐘を鳴らした、まあ、団体です。ヨーロッパの物理学者、医学者ですね、一般の市民活動家の人たち、そういう人たちが一緒に作った。この ECRR の誕生は、なぜ ECRR が生まれたのかというこの本はですね、これ2003年に出た本ですけど、会が発足したのはですね、1997年、これはちょっと覚えて、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、97年にヨーロッパ議会に、クリアランス法というか、クリアランス制度という、ある一定レベル以下の、低レベルの放射性物質であれば、一般の産業廃棄物と同様に扱ってほしい。だから、産業廃棄物の処分場がありますよね。で、そういうところに持ち込んで、一緒に捨ててもいい。今、日本政府は、東電の原発の事故現場、この周辺、あるいは離れたところもありますけど、汚泥ですね、東京都でも結構、高濃度に汚染された汚泥がある、から汚染されたがれきがありますよね、それを全国の自治体に送りつけて、そしてそれぞれの自治体が持っている処分場で処理をさせるという方針ですよね。で現に引き受けてやり始めているところもあるんですが、そうしますと千何百度でこのものを処理したときにですね、重金属類も気体になってこう大気中に出てくる。でフィルターで捕捉できるからいいって言ってますけどね、全部は捕捉できない、大気中一般環境に出てくる。で肺が残りますね。この肺は今政府が言ってるのは8000ベクレルパーキログラム、キログラムあたり8000ベクレル以下であれば、一般の素彫りのですよ、安定型の処分場に持ち込んでいいということをなぜか突然決めたんですね。でそうこうしてたら今度8000から10万まではいいって言い出したの。でその辺のところがよく私たちはよく分かんないんですけど、非常にこう恣意的に何か決められてて、で非常に危険だっていう気がします。特に低線量低レベルのものが全国にこう、まあ、広がっていくんです。それがクリアランス制度です。で日本はその制度を国会で通してしまった。今低レベルであれば一般の産業廃棄物と一緒に扱ってよろしいっていうシステムが日本ではできちゃってたんです。でそれは当然こういう原発が解体の時期に入ってくるから、それを睨んでること、あるいはそこで使われてたいろんな鋼材、放射化されたものなどを、再利用する、リサイクル。で、こういうあの公園のところのベンチの足に使うとか、フライパンにしてもいいとか、いろいろあるわけです。それからリサイクルっていう、これ大変くせ者なんですけどね。で、それが日本では法律として通ってしまう。で、それを止めたのが ECRR っていうこと、これ。ということをちょっと頭に置いて。で彼らは内部被曝というものは、外部被曝とは全く違う概念として考えないといけない。これを一緒くたにしてしまっていけない。だから最近でもあのテレビでも一般新聞の週刊誌もそうですけど、いまだにですね、東電の事故現場から出てきたその放射性物質の線量が何ミリシーベルトってこう、書いた時にですね、胸の写真をはどれだけシーベルト、CT をやったら何ミリシーベルト、胃の投資はどれだけ、これ一緒くたにする。で外部被曝と内部被曝を一緒くたにこの絵にしてみたりするんですね。あるいはその航空機でアメリカまで移動したらどれだけの外部被曝があるとかいうふうにまあ考えるわけですけど、宇宙船で。それを一緒くたにする。それは分けないんだよ。これを一緒に論じてはいけないというのが ECRR の提案の一番の要でした。で内部被曝のモデルをいくつかこの時に挙げた。その中に放射性、廃棄物
使用済み核燃料の処理施設、イギリスでいうとセラフィールド有名ですけども、あのアイルランド海って言ってイングランドがあってアイルランドがイングランドがあってアイルランドがあるわけです。そこのアイルランド側に近いところがある海岸のところにですね、近いでもで海にかなり垂れ流した。で日本でも6カ所村に最初の処理施設を作ってます。まだ稼働してませんけども、もう随分なるんですけど、まだただ物だけは3キロぐらい先にパイプで持ってって汚染された物だけは海に垂れ流してるわけ。同じようなことをセラフィールドでやってたので、そのアイルランド海に近いところに住んでた人のバカ人もですね、あの白血病だとかその他いろんな病気がこうよそに比べると効率に出てきた。でこれがまあ ECRR の発足の一つの一番最初だったとも言えるんですが、それからチェルノブイリ25年前、これ後で少しもっとお話します。からミニサテライトもちょっと後でお話します。で我々のところで問題なものはこの放射性効果物、今度の事故もそうですが、もうこれは前からある。でこの外部被曝の一番の典型的なものがケルンバック原子爆弾、ピカッと光ったと、さっきも言いました、一番最初に言った我々の体を貫いたのはガンマ線、主にもう一つは中性線ですが、でその時広島にいなかったけれど、後から広島あるいは長崎に入った人の中に同じような中性症状が出てくるんですね。でこれが放射性効果物による内部被曝なんですね。でこれがあの原爆被爆者の集団訴訟、この中でも関わってらっしゃる方、あるいは被爆二世三世の方もいらっしゃるかもしれませんが、これの一番の争点はね、内部被爆、放射性効果物、広島長崎で現地に後から入った人たちの内部被爆をどういうふうに見るかで争ったわけですね。で裁判所はね認めたんですよ、内部被爆。ところが日本政府は被告ですけど、被告であった日本政府は未だに認めてないっていうのが現状で、27の地方裁判所で争って、そして全部勝利してるんですね、原告が、被爆者の方たちが勝ってるわけですが、日本政府はまだ認めてない。それから1954年の北京ですね、3月です、大学クリム、これはちょっと後で話します。それも典型的な事例、はい、でちょっと戻りますけど、広島で被爆した人の、中で非常にこう印象的なあのケースがあってですね、これは飛田俊太郎さんの本の中に出てきます、お話の中にも出てきますけども、あの一人の若い女性で、彼女は島根の出身で、結婚相手は広島の県庁に勤めていた男性、二人が結婚して、そして子供ができた。で彼女は里に帰って、赤ちゃんを産んだんですね。そうこうしてたら広島に新型爆弾が落とされた。で慌てて取って返す。その間数日ですよね、数日後に広島の町に入る。夫を探して毎日歩く、1週間ぐらい歩き回って見つからないというので戸坂村という村に救護所があって、そこへ来て手伝いをしてた。でそれが平俊太郎さんがやってた、救護所なんですよね。で最初元気だったんですけども、だん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 にあの物が喉を通らなくなる、食欲が落ちてくる、皮膚に市販皮下出血が出てくる、で便に血が混じる。でそうこうしてて1ヶ月も経たないうちに髪の毛が抜ける、自分口から入る血液で枕を赤く染めながら、彼女はまあ帰らぬ人になる。でその前に夫はたまたま県庁の地下にいたがために直撃を受けたけれども生き残って、足は骨折してたけども救護所に来て再会を果たすんですね。で彼は生き残って彼女は亡くなってしまう。これが飛田俊太郎さんの内部被爆に生涯をかけるというか、その原点だったというのは飛田さんが書いてらっしゃいます。でこれが典型的な内部被爆の急性障害ですよね。それ以外にもいっぱいその万発性の、朝昼晩の晩ですけども、万発障害を発症してくる、がんだとか
るいは前庭障害だとか、あるいはそれ以外のいろんなその、まあ、糖尿病、あるいはその目の病気、白内障だとか、いろんなもの全部です。あるいは原爆、ボラボラ病、なんかもうとにかくやる気がなくなって、立ってられない、座ってられない、その辺に横になりたくなってしまう、いうそういうものをひっくるめてね、その不具合が出てくる。それが内部基盤だったってわけです。それでそうこうしてたら、1991年にアメリカが、いわゆる劣化ウラン弾と言われているものをイラクで使ったんですね。でそれちょっと後でお話しますけど、子供たちに様々な障害が生まれてくる。でこの内部被曝っていうこの問題はやっぱり本当に真正面から向き合って考えないといけないというところが、まあ、この ECRR の発足だったわけです。で片一方で ICRP っていうのはこれはここにいらっしゃる方もご存じで何も言わなくてもいいと思って、今も90年韓国っていうもう20年以上前に出された韓国が現場で使われております。でこれは広島長崎の初期放射線って言われてたピカッと光った時のあの急性症状ですよね。それをもとに組み立てられた防護基準、もう少し違った角度から言うとガンマ線による外部照射を基礎にした韓国である、で国際放射線防護基準ね、でこれが今日本では絶対のものにまだなっていると、金閣玉城と言ってもいいような民間の組織ですけどね、これ、まあ、NPO と言ったらいいか NGO と言ったらいいか、そういうものなんですが、でこの上に IAEA なんていうものがあるんですが、それちょっと後でお話しますけど、でこれだけが絶対ではない。で ECRR もこれ民間の組織ではあるが、EU 議会でこれ公的な権威がある、それなりの権威のある組織として認めようということで、ヨーロッパ議会は ECRR を認知したと同時に、クリアランス制度はやっぱりやめようということを決めたんですね。さて ICRP ですけれども、 ICRP の歴史をたどるとですね、1950年に遡る。これが発足です。でこの写真に写っているこの方がいわゆるカール・モーガン。この本はですね、このカール・モーガンの自伝的な本なんですけれども、本が出たのは2003年、昭和から出てます。で、この人はね、自分の経験したことを書いてる。この人はどういう人だったかというと、ICRP の前にね、NCRP というのがアメリカ国内の放射線防護委員会があったんですね。その時代からですね、内部被曝の委員会というのがあったんです。外部被曝委員会と同時にね。でその内部被曝委員会の委員長を務めてたのがこのカール・モーガン。でところがですね、 ICRP は発足して1年も経たないうちに内部被曝の委員会を閉じてしまう。なぜだろうか。でそれをだんだん検討していったらば、内部被曝を考慮すると原子炉の運転ができなくなる。原子炉の運転っていうのは通常運転であればね、誰もその現場にいなくてもいいのかもしれないんですが、燃料ウランの燃料棒の出し入れがありますよね。だから時が来て、そしてもうそれ以上燃えないってなれば、それと新しいのを差し替える、あるいは絶えずどっか国家で故障が起こるので、その補修の仕事、そのためにやっぱりそこで働く人がいる必要なわけですね。で原子炉の現場というのは非常に光線量の場でもあるので、基準は決められてますけれども、安全基準は、この内部被曝を考慮するとですね、原子炉が運転できなくなるというのは一番の理由であったっていうのがカール・モーガンが書いてるわけです。逆に別の言い方をすると、ICRP は原子力産業から独立していなかった。原子力産業の支配下にあった。さて IAEA、 IAEA というのは皆さんどういう組織、最近はもうああいろんなところで書かれてますから、 ICRP というのは
これはね、皆さんよく分かってらっしゃるので、ちょっとおさらいですけれども、1953年にですね、アイゼンハワー大統領というのがいました。で、この人が国連で演説して、これからはアトムは平和のためにという。で、そいつを日本で受けて、原発を推進したのが正力松太郎と中曽根康弘。正力松太郎という人は、読売新聞、日本で言うのは最大の新聞ですけど、読売新聞のトップだったんですね。で、日本テレビというのを当時発足させて、そこに自分の右腕と言われたような柴田なんとかという人を据えて、CIA の出先機関だったという説もありますけれども、で、原子力の平和に。で、それが1954年です。54年という年は、考えてみれば、ビキニですよね、1954年3月1日で、第五福竜丸など帰ってきた、その船が持ち帰ってきた、400数十万とも言われるマグロが全部この廃棄される。で、一大パニックになるわけです、日本列島。それこそパニックになる。やっぱりこれ原子水爆はやめようと。水爆実験の手法は、ね、廃棄で帰ってくるわけですね。で、それで杉並のお母さんたち言われてますけど、いや実はもっと早いとこにあったとか言う人がいるんだけど、広島 の杉並のですね、杉並のお母さんたちが始めた署名運動、それが全国にハッと一気に広がってですね、そういういわゆる核廃絶の大きなうねりが出来上がる。で、4000数百万の署名がその当時集まったそうですけども、これを消す、これをなんとか収束させるために原子力の平和利用というキャッチコピーが盛んにテレビを通じていろんなところを流されるというふうになった。その元をたどると、アイゼンハワーのアトムズ・フォー・ピース、まあ、手塚治虫さんはどう考えてられたのか、ちょっと今となっては聞くこともできないんですけども、鉄腕アトムなんてやっぱりなんか平和の戦士みたいな感じで我々見たところがあったんですよね。今でも原子力の平和利用という、原発は平和利用なんだと言ってる方たちもいるんです。で、原爆とはこれ違う、区別しないといけないと一緒にするなという方もいらっしゃるんですが、歴史をたどってみるとこれは一つなんですよね。で、 IAEA は要するにアイゼンハワーの意を受けて発足した機関であって、正式発足は1957年ですけども、友好国に原子炉を運転させる、同盟国に原子炉を運転させる、で、日本にもやらせるということで、ハードとソフト、そして燃料ですね、それをアメリカから持ち込んで売り込んで、日本に売り込んでやる。例のだから福島第一の第一は GE ジェネラルエレクトリックですね。で、その後に2、3が東芝にこうなっていくわけですけど、で、そういうふうにして、アメリカが持ち込んできた、アメリカが日本に運転させること、原子炉を運転させることはやっぱり大事であるということで、やらせたわけですけど、 IAEA の最大の課題は、役割は原子炉を運転させること。いろんな国に原発を、原子力発電をやらせることだったわけですね。で、そういうふうにして、これはもう 原発推進の国際的な組織といっていい。もう一つは、原爆を持ってない国が原爆を持たないように査察をする。すでに持っている国は査察しない。持ってない国が原爆を開発しないように査察をかける。でも主な目的は原発を推進するというところだったわけですね。で、その下に ICRP がいた。 WHO もそうです。この ICRP に首根っこを抑えられているのがこの2つの組織、それはやっぱりまずいだろうというんで発足させたのが ECR。 こういうふうの歴史的な経緯になります。なぜ同盟国にじゃあ原発を原子炉を運転させなければならないかというと、元はですね、やっぱり原爆なんですね。原爆はウランを掘り出してきて、ちょっと待ってね、ちょっと戻ります。ウランを掘り出してきてです、
ですね。そしてウラン燃えるウラン235ですけど、235を濃縮しないと燃える状態にならない。原子炉で今原発で燃やしてるやつは大体 4% ぐらいしたい。もともとは 0.7 ぐらいしかないんですね。で 100% まで濃縮すると広島型の原爆になる。そうすると広島型原爆をずっと作り続けるためには核濃縮というのは常にやり続けないといけない。これがもう避けて通らない、通れない、いわゆる 原子力産業の宿命みたいな。で次から次へとやっぱり 原爆の材料を作るために核濃縮をやり続けるということがこれも不可欠だったわけですね。ということがあって今やらせるんだということになって、でちょっとおさらいですけど、外部被爆っていうのは一般的にはガンマ線が1回だけ体を貫く、非常にこの透過性の強い、体を貫く力の強い放射線、それに対して内部に入ってきた小さな粒から出てくるアルファ線、これは繰り返し繰り返し、場合によっては何十年もそこに留まっている場合はですね、アルファ線、ベータ線を出し続ける。でこの違いです。で絵にするとこれ矢崎さんの絵をちょっとお借りしたんですが、ガンマ線が貫いている。でところがアルファ線は空気中であっても大体45センチぐらいしか飛ばない。ベータ線も高々10メートル。内部に入ってくるとアルファ線は、大体まあ40ミクロン、さっきも言いました40ミクロンぐらいしか飛ばない。だから紙1枚、これ紙1枚通さない安全だという人もいるんですが、それは外からの話であって、体の中に入ってきた時には40ミクロンしか飛ばないけれども、いくつかもの細胞が周りの細胞が貫かれて、そしてベータ線は高々、これは高速で飛ぶ電子ですから高々1センチくらいしか飛ばないという電子なんですが、多少そのスピードによってね飛ぶ距離が変わりますけれども、こういうものになる。でアルファ線と比べてガンマ線というやつは、体をハッと貫いて出てってしまう。その途中でところどころで遺伝子を見つける。ただ我々はこれを治す力があるので、再結合を元に返してしまうことができるんですね。ところがアルファ線の場合はあっちもこっちもあっちもこっちも引っ張るので、こういう異常再結合ということが起こってきて、こいつがいろいろなそのがんとか先天障害とかいろんな免疫異常とか内分泌異常の原因になってくる。で放射線に強い細胞と弱い細胞で、強いやつは、酸素の運び屋ですね、赤血球から、弱いやつが免疫の担い手、リンパ球でということになります。でさてこの放射線がですね、この細胞核の中の遺伝子をまともに貫かなくてもですね、こういう細胞質のところにこの影響がありますとですね、ここでいろんな生物科学的な反応が起こって、そいつがですねこの核の中の、染色体に影響する。隣の細胞に同じようなことが起こってもここに影響することがあるという。でこれをバイスタンダー効果って、これは本の中にもちょっとしよう簡単に紹介しましたので、後でご覧いただくといいと思いますし、この今日お配りいただいたレジュメの中にもちょっと例がございます。でそういうものだという、生物科学的な体の中で、我々の体の中で起こっていることって、非常に複雑なものであって、簡単じゃないということがちょっと言いたいわけです。で例えば、水がある H2O、それがこういうイオンに、放射線によってですね、イオンに分けられる、水素イオンと水酸化イオン。で、そいつが今度くっつくときに、H2O に戻らずに H2O2 に変わるということがあり得る。で、これは非常にこの毒性の強い過酸化水素ですよね。昔で言うと、消毒薬に、今でも使ってますかね。お家にある、アベロというのがありますかね。オキシフルとかオキシフルとか言ってた。あれが細胞の中にできるっていう、
そういうことをちょっとイメージしていただいてもいいんですが、そういういわゆる生物化学反応の一つですよね。でこういうこれをイオン化と言ってますけど、で、これがまあウラン235の燃えるウランの原子核、そこに中性子が飛び込むと、まあ要素131とそれからストロンチウム137に分かれて分裂して、その時中性子がまた2つ出てくる。で2つ出るというところがポイントだね。だからぎっしりウランの原子核がぎっしり詰まってる状態だと、次々にこの核分裂が起こる。一瞬にして 0.000 何秒の間にバッと一気に核分裂が進んで、これは原子爆弾、広島型。だからプルトニウムだったらどうなって、3個出るんですね、こいつが、中性子が。こいつは他のものを放射化する力があって、普通の何て言うんでしょうかね、物は貫いて、そして生き物の体の中に入った時に、まあ、非常にこの厄介なことをいろいろ起こすということもあって、中性子爆弾開発もされた時期があるんですが、3個出るんですね。それでプルトニウムの方がよりエネルギーが大きいし反応が早いだろうということもあって、福島でいうと123で、ね、福島大臣の123号機で燃やしてたらこのプルトニウムを混ぜてみます、モックスですね。でこれが長崎で使われたプルトニウム爆弾ではあります。でアメリカ最初にね、アメリカ合衆国が最初に作った3つの原子爆弾、そのうちの2つがプルトニウム爆弾なんですよね。でその最初の1個は1945年の7月16日というぐらいにアメリカの砂漠で爆発させて核実験に成功する。で、砂漠の砂が溶けてエメラルド色の見事に美しい塊に変わってたんで、慌ててそれを持って帰ってね、喜んで持って帰って、うちまで帰った人もいるという大変まあ危険なこともあったんだそうですけれども、で残り2個はで、その1個がウラン爆弾で、こいつが広島から3日置いて、もう一つのプルトニウム爆弾を流れます。でそういう、まあ、計画だったんですが、その間がわずかね、7月の16日で8月6日じゃないですか。そう、早いんですね。で最初の、ね、このウランの連鎖反応に成功するのが本当にその2年3年前のことですから、あっという間にこう起こってきたこと。それでこのさっき言いました、ちょっとウラン、燃えるウランって言われてるやつは 0.7% しかウラン鉱にはない。掘り出してきて、こいつをなんとか 100% にしたい、あるいは 4% ぐらいでゆっくり燃える、ゆっくり親がお湯を沸かすこともできる形にしたいわけですね。でそのためにこれの率を上げる核濃縮で、いっぱいこの燃えないぐらいのが出てくる。で 99.3% ほとんどこの238なわけですけど、でこれを劣化ウランというわけですね。でさて広島で使われたのはこれくらい、傘でいうとこれくらいだそうです。ソフトボール1個ぐらいなんです。800ぐらい、1キロないんで800グラム。でそれが今100万キロワットの原発が、生み出してくる放射性物質の量っていうのは大体もうこれくらい、使用済み燃料でいうとまあこれくらいになるんだけどね。でそれがどん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 今溜まってきて処理に困り果てて、困り果ててるのは日本だけじゃなくて、イギリスでもフランスでも一緒なんですけどね。日本では再処理ができないもんだから、イギリスに頼んだりフランスに頼んだり、で船に積んで持ってって、このプルトニウムとウランを分離したやつを今度またその船に積んで戻ってくる。その時にカリブ海を通ったりすると、頼むからこの海峡は通らないでくれ、世界中で言われてるっていう例の悪名高き、再処理なわけですね。6カ所では今なおこれが実現して、で見ていただきたいのはこれくらいのどうにもならないその、核のゴミがね、どん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 溜まりに溜まってると。今世界中で唯一
高レベルの放射性廃棄物の、処分場を作ったのはフィンランドだった。そこで地下ね、地下深く、まあ、埋めてですね、で10万年なんとか持たせようと。で10万年後の人類がそこに何があるかってことを知らせて、その知るようにするために、知らせるためにね、いや標識を立てた方がいいかやめた方がいいか、で今我々が使ってる文字が彼らに分かるだろうかというようなことを真面目な顔して議論するドキュメンタリー映画が10万年後のアムンセンっていう、デンマーク、スウェーデンも入ってたかフィンランドが作ったドキュメンタリー映画なんですよ。あそこにしかないんだね。でそれでいいってことではないわけだ。10万年後まで持ったとしてもその後も人類がいるとすれば問題なわけですよね。でこれ今本当にもう大変な問題で、だからさ、もう随分以前からトイレのないマンションって言われて、これはもう棚に上げちゃってあるわけですね。これも避けていこうって、原発は安全でしかも安い安い、他のエネルギー源に比べたら安い安いって言ってきたわけです。でさて238をですね、当初からこれは大量に出てきてどうするかっていうのは大きな課題になってたんです。で1943年です。でそいつを粉にしてばらまいたらどうだっていうことが検討された。皆殺しには大変具合がいいだろう。でそいつが最初に使われたのがイラクです。91年、これはもうクエートポッドに近いところですけども、アメリカ兵です。非常に無防備、マスクもしてませんけど、普通のマスクではいずれにしても役に立たないので、これはもう皆さんよくご存じだと思います。でこのアメリカ兵たちが国に帰ってから生まれた子供にやっぱりサリドマイコと同じような子が生まれたりですね、いろんなその障害の男が出てきて、がんも出てくるとなります。そしてイラク、これバスラはイラクの南の方ですけど、91年に最初に使ってから先天障害の子供がどんどん生まれてくる。でここで見ていく、これは非常に、まあ、重症の多重障害の子ですけども、お父さんの仕事が兵士ということで、お父さんの体を介して影響が出たであろうと。他にもいっぱいこういろんな障害の子が生まれてるんですけども、これはチェルノブイリです。これはですね、今年実は、4月の初めにね、ベルリンでチェルノブイリ、25周年の記念シンポジウムをやられました。でその時にここに上にちょっと出てますけれども、ニューヨーク科学アカデミーですよね、それの年報というか、ここがまとめたね、資料集があるんです。それが、まあ、参加者に配られて、今これがインターネットで、読むことができます。300何十ページのものなんですけど、主に英語です。中にロシア語、ドイツ語も出てきますけど、残念ながら日本語にはまだ訳されてないんですけども、読むことで、その中にさまざまな病気があります。で、がんもあります。甲状腺がん、乳がんなどなど、それから、1型糖尿病の子供がどう増えてきてるか、膵臓の中の β 細胞がどういうふうに障害されたのか、で、ウクライナとかベラルーシでこうずっと調べてきたデータがそこにあります。でこれは脳の発達を見たものですけども、横軸が妊娠減数、縦軸が脳の重量と。で妊娠後半にこんなふうに発達するんですね。でここではいろんな構造も出来上がってくるし、人間らしい知的活動ができる基礎が出来上がる。で左側は13歳のですね、正常に発達した子供、右は小凍傷で、こんなふうにして樹状突起ですけど、ネットワークがうまく形成されてない。でこの間にさまざまな移行があるわけですね。でそのだから分かりにくい部分もある。でさて第五福竜丸、大石又七さんなんです、最初に出した本がこの死の灰を背負って新潮社で、この方はですね、静岡県の田舎で大変貧しい経済的に貧しい生まれたがために、14歳で中学を中退して鰹船に最初に乗られるんですね。その後うち遠洋航海に出ると。
ということになるわけですけど、この第五福竜丸も23人の乗組員の中、下から2番目に若かった。で、船の中で20歳の誕生日。そして、ビキニ海域でですね、西の方から登る太陽を見た。死の灰を浴びて帰ってくる。で、それからですよね、問題は。で、23人のうちの久保山愛吉さんが半年後に亡くなる。それからちょっと時を置いてですね、次